おはぴよー、どうもひなぴよです。それでは本日も幻想乙女のおかしな隠れ家続きやっていきたいと思います。前回はもう一つのエンディングを迎えることができまして、バッドエンド、ノーマルエンドときました。もう一つあるらしいんですよ。全3種類らしいんですが、もう一個がきっとハッピーなエンディングだと信じて、もう一度最初からやっていこうかなと思います。なぜかというとですね、あのエンディング条件をちょっと確認してきたんですが、アンジェちゃん編の方のあのパンくずをすべて集めなければいけないのと、あと好感度があったじゃないですか。好感度が、ベル君の好感度を10にする、10にするっていうか10以上にすることが必要らしくて、なので、あまり好感度を上げられた自信がなかったので、一番最初からちょっといろんな要素を拾いながらやっていけたらなと思っております。変わったところとかをね、ちょっとカットしつつ進めていこうかなと思いますよ。ではやっていきましょう。まあ本当はさ、あのセーブしたんだけど、あのなんか火曜日からのセーブデータしか残ってなかったんで、ちょっと自信がないので月曜日からちゃんとやりたいなっていうことで今やってます。村から外れた森の中、二人だけの秘密の隠れ家、いつでもそこにはあの家が。幻想乙女のおかしな隠れ家。あー来た、 D だ D だ。D、 おめえはな、おめえはカットだよ、カットカット。じゃあな。カットしようと思ったけどよ、一個気づいたことがあったんだよ。前回編集しつつ今これを見てて、D さんってさ、普段このデフォルトの状態ってさ、目が青いじゃん。だけどさ、何、ベル君をこう威嚇じゃないけど、なんか凄んでる時、その D さんが凄んでる時の目は赤かったじゃないですか。だから吸血鬼ってなんか目の色変えられるんだなってことに気づいたんですよね。それだけです。さよなら D さん。お、ムービーを飛ばしますかとかあんだ。あのさ、ムービー、こないだ読み切れなかったじゃん。ちょっと読み切ります。いくよ。あ、はいにしちゃった。ムービー飛ばしちゃった。戻ってきたよ。ムービーは飛ばしません。ちょっともう一回挑戦します。いきますよ。昔々とある田舎の狭い村に一人の旅人が現れました。その不思議な佇まいや風貌に村人たちは驚きましたが、心よく旅人を迎え入れ、一晩の宿を用意しました。ところがその夜、村人の一人は悲鳴で目を覚ましました。見に行くと宿の主人が死んでいました。しばらくするとまた悲鳴が聞こえました。 Help me! 今度は宿のすぐ隣の家でした。それからどんどん村の人々は殺されていきました。不思議な佇まいをしたあの旅人に、旅人は吸血鬼だったのです。村の人々を殺し回り満足した吸血鬼は、村人の中から一人を選び、自分の仲間にして去っていきました。いやー、バッチリでしたね。実況撮ってる時は言えなくて、後撮りしたとか言えないね。よし、行こう。なんだ、あれ、あ、こうなってしまったのは定められた運命だったのだろうか。え、恐ろしい結末を避けることはできなかったのだろうか。始まったのは1週間前、月曜日の夕暮れ時。おー、嘘、あれ、こんなんあったっけ最初。やっば、覚えてない。そうか、一番最初こんなんあったんだね。うわー、めちゃめちゃネタバレ最初にやってんじゃねえか。アンジェ、あー、まだ平和だった頃です。アンジェってば、もうどうしたの、ぼーっとして。あ、もしかして何か怖いもの見た。ううん、違う、なんでもないわ。ベル、アンジェ、そうか、ならいいけど、ベルント、そんなことよりこれからどうするのよ。目印にしてたはずのパンフィルム食べれるべっぴ。
はあ、よし、進めようか。いや、でもなんかね、こういう入りだったね、そういえば。ベルがわざと、こうやって、あ、ででん。ベルがわざとこうやって、アンジェをこの家におびき寄せたんだよね。ウサギは本当は枯れるけど、わざと外したんだ。昔二人でよく来たところって言ってんだよね。昔からこの魔女に、ま、なんだ、招かれてたってことなのかな。はい。では、お家まで来ましたので、ちょっと何か、こう、面白い展開があるまでカットしようかなと思いますよ。落書き、誰が書いたんだろう。君だよ。わ、これってなんか関係あんのかな。イースターエッグを割っていいのかちょっとよくわかんないんで、ちょっともし割る必要があるなら、戻ってきますけど、とりあえずセーブ分けたんで、イースターエッグ割らずに一回進めてみようかなと思いますよ。二度も食べられるなんてやだよ。こんなクソ鶏の餌食になるなんて嫌だ。ねえ、そんなに肉が好きならこの子でも食べてみたら。よし、とりあえず火曜日のパズルは埋まりましたね。で、確かね、水曜日のパズルが足りなかった気がするので、また水曜日のパズルをやり始めたら言いましょうかね。あれ？なんだこれ？好感度ベルント8、シンシア13。あれ？なんでこんな高いんだ？あ、もしかしてあれかな？ 1 周目と2周目で、変わる？もしかして。なるほど。じゃあ、好感度10は割と余裕かもしれないね。さあ、水曜日ですが、確かね、クリアできなかった依頼があったよね。違ったっけ？このアンちゃんだっけ？この、どうしたの？アンジェ様、ダレンを探してほしいのです。ダレンは、あんたちの友達なの。最近見かけないの。もしかして。探してあげるって。いうやつですが、これあまりあまり、あまりあまりだって。攻略をね、見出せてないんですよね。月曜日に生まれたアンジェ、誰のことよろしくねと。あ、これを結局調べて、紫に光るものを取り出すんじゃないか？小さな洋服を手に入れた。で、こんなものを手がかりになるわけがない。なんかどっかでさ、あれ？なんかどっかでさ、絶対にこう、だって私が、ダレンはもう無理よ、アハハハ、ギャハハつってなってゲームオーバーになっちゃうから進められなかったんだよね。で、今普通に来たけど、普通になんかあれ進むよね。ダレンくんは紫で、エリックくんが赤だから紫色のやつを選んだんだけど、どうかな？アンジェ様、ダレンはどうでしたか？こんなものが落ちていたわ。ダレンの洋服だな。ドーナツの絵が隣にあったけど、ドーナツ、ドーナツに変わったっていうことか。あ、そうか、俺たちがやってきたのは火曜日だったから。月曜日は過ぎてしまったからね。ダレンはもう、あー、そうか。みんな本当は分かってたんでしょ？ダレンはとっくに殺されたって、あいつらにね。いや、あいつらっていうのはアンジェちゃんとベル君と。アンジェちゃん、ありがとう。いいえ、私何もできなかったもの。ううん、アンはアンジェちゃんがダレンを探してくれただけでも嬉しいの。ダレンのことずっと探してたから。これ、お礼なの。プディングを手に入れた。消えた妖精を探せをクリアした。おー、え、初めてクリアできたね。嬉しい。え、これどうやればクリアできたのかよくわかんないな。なんで前はクリアできなかったんだ？ん？まあいいや。じゃあ進めていきましょうか。他にも誰かが依頼してきたりとかするかな？
はあ、どうしたの？無視。あ、コインを全部吸ったんだ。このままじゃ借金が。マシュー、ギャンブラーだったか。え？アンジェ、頼みがある。コインを100枚くれ。はあ、え、これも依頼？あー、どうしたらいいんだ？稼げばいいのか？ちょっと待ってね。まずはコインを調達すると。どこでコイン調達する？どこでコイン調達すればいいんだ？ちょっといろいろまた調べてみようか。お、なんだ？あ、そうだ、これ拾ったからアンジェにあげるよ。話題をそらそうとしてない？まあ、ありがたく受け取るわ。なんだ？あ、あ、こんなところでもらえんの？コインを20枚手に入れた。あ、へえ、めっちゃしつこくベル君に話しかけてただけなんだけど。コインもらえましたね。じゃあちょっとポーカー増やしましょうか、金で。あ、ポーカーは増やさないわ。間違った。コイン増やしましょうか、ポーカーでって言おうとしました。はい。よし。セーブして。よし。よし、やろうか。がっつり稼いじゃってくださーいと。ポーカーで遊びますか？遊びますと。掛け金を決めてください。掛け金、あ、なるほど。え、もう全掛けしちゃおうぜ。あれ？ちょっと待って、決定ボタン。じゃあ、これだけでいいよね、買えるなら。だってもう2ペア揃ってるもんね。じゃあこれで、始めるポーカースタート。ん？あ、こうか。はい。おお、すごい！え、フルハウスやった！ 400 コインの獲得。ハイ&ローに挑戦しますか？あ、するするする。次のカードは今のカードより大きい、小さい、小さいでしょう。あれ？いいの？これ同じカードだった場合って、あれなんだ。800コインの獲得です。ハイ&ローで続けますか？小さい。やった！ 1600 コインの獲得です。ハイ&ロー続けますか？続けない。すごい！コインもう1600になった。一回ちょっとやめて、して、もう全然なんかまともに実況できなかったけど。ちょっともう一回やろう。これ楽しい。はい。ちょっと15分くらい遊んだんですけど。見てこのコインの数。95,710 コイン。これは私金持ちでしょう。これ超楽しいんだけど。もうちょっと遊びたいところですけど、さすがにね、ちょっと進めなきゃいけないんで、やめましょうね。こう自慢できるくらいの数になったんで、とりあえずマシュー君に、あ、いた。コイン、どうぞ。100枚ポッチでいいならどうぞ。私97,000コインもあるんで。助かった。浪費はほどほどにね。アンジェ、俺の夢を教えてやろうか。聞きたい。俺の夢はな、このポーカーで一山当てて大金持ちになって、いろんな場所へ旅をすることだ。あ、言ってたよね、なんか月曜日はなんとかの子供とかさ、そういうので、なんか確か木曜日は旅をする子供みたいに言ってたよね。金があれば何でもできる。母さんにも楽をさせてやれるし、労働だってしなくていい。だからコインが必要だったんだ。そうだったんだ。アンジェ、コインをありがとう。お礼だ。おう、レモンパイを手に入れた。おう、ポーカーをクリアした。ここでポーカーのイベントがあったのか。2つも見逃してたんだね、私。いや、そりゃクリアできねえわ。じゃあ一回ちょっとセーブして、25セーブして、ちょっともうちょっとポーカーやりまーす。じゃあね。じゃあ一通り遊び終えたんで、じゃあ、他のイベントやっていこうかな。ほら、見て、13,800枚稼ぎました。ってことで、あと多分、イースターエッグのイベントと、あれじゃない？クッキーマンじゃない？あとは。
な気がするので、あとはじゃあ、もう今までにやったことあるイベントなんでカットします。カット。ん？お、コインを交換っていうのがある。カラスのコインを交換ってなんだろう。コインを交換、え、どういうこと。真っ赤ないちごジャムは何？99個余裕で買える。え、99個買うわ。で、それでもまだだって11万1000コイン残ってるね。え、これどうすんの。これもお菓子を交換とかでできるのか。あ、できない。え、いちごジャムって何に使うの。とりあえずなんか、まあセーブしとく。何に使うのか知らんけど、とりあえず23にセーブしとこうか。え、何がどうなるんだろうね。まあいいや、とりあえずまたカットしまーす。お、なんだこれ。ベルントにいちごジャムを渡す、渡さない。え、こんなんあんの。じゃあいちごジャム渡そう。だって99個もあるからさ。ベル、これあげる。確か好きだったわよね。いちごジャムじゃないか。アンジェ、ありがとう。え、あ、あ、え、これで好感度もしかして上がる。じゃあ99まで上げられる。いちごジャム渡す。ちょっと待って、一回これで待ってね。22にセーブして、一回好感度確認しに行ってこようか。これで大丈夫のはず。全部水曜日のこの水色の枠が埋まるはず。埋まれ、埋まったー。あとはだってあれだよね、緑が3つ、黄色が、あ、違う、緑が4つ、黄色が3つ、土曜日が、土曜日で合ってる？土曜日が1つ。うん、オッケーオッケー。いいね。で、好感度は？あ、もう、ベルント12、シンシア15、ハテナハテナハテナ4。なるほど。今12だね。じゃあちょっと1個ベル君にもう一回あげて、それで好感度が上がるかどうか見ましょう。さあ今1個あげてきたんで好感度が上がってるかどうか見ましょう。あ、上がってるね。これ多分99まで上げられるぞ。ちょっと時間があったらやります。じゃあまた変化があるまでカットしましょうかね。カット。え、あれ、今プレッツェルもらえたんだけど、なんでだ。今さ、ベル君が倒れてて、でマシュー君にプレッツェルもらいに来たんですよ。でそれって前の時は本、なんか面白い話を持ってこいみたいな感じで本持ってったじゃないですか。なんだけど今さ、お前にはコインの借りがあるからな、いいだろうっつってプレッツェル5個もポロってくれたんだけど。いいやつじゃんお前、ありがとな。あれ、もう一個。ん？なんだこれ。そういえばシンシアに聞いてみたいことがあるのよね。なんだこれ、聞いてみよう。シンシアってその幽霊なのよね。そうですわ、壁をすり抜けたりすることもできるのよ。それって扉も。もちろんですな。久しぶりにシンシアちゃんやるからちょっと分かんなくなってんだ。じゃあさ、私の代わりにシンシアが外を見てきてもらえないかしら。アンジェの代わり、代償は大きいわよ。例えば、何にしましょう。あれもいいけど、これも捨てがたいわ。なんで動いたんだ今シンシアちゃん。お代は後で頼むことにするわ。お代っていうのは常識の範囲内よね。あ、言ってくれた。うんうん。てん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 。え、こんなんあったの、知らなかったな。初めてだこのイベント。見てきましたわ。
シンシア、どうもありがとう。どんなものがあったのかしら。それが一体何だったのかよくわかりませんの。まず大きくてドーナツがいくつも積み重なったような形でしたわ。なるほど。それからプレッツェルみたいな色をしていて、ワッフルのような模様が入っていましたわ。相変わらずシンシアの頭の中はお菓子ばっかりね。甘くて美味しいお菓子はアンジェと同じくらい大好きですもの。それにしてもシンシアが見たのは一体どんなものかしら。推理する。まず形状だけど、輪っかの形でしょ。ドーナツみたいな形だから輪っかの形よね。積み重なったようなってことは輪っかの形で厚みはあるのかもしれないわ。それから色だけど、石の色、空の色、草の色。プレッツェルはな、プレッツェルって茶色だよね。茶色に当てはまるのって石くらいか。石の色、石って割となんかグレーなイメージあるけど。プレッツェルのようなってことは赤茶色の何かっていうことね。それに当てはまるものって石くらいしかないわ。最後に模様ね。レンガの模様だっけ。ワッフルみたいな模様、これってもしかしてレンガのことかしら。赤茶色だし、きっとこれはレンガのことね。輪っかの形でレンガでできたもの、それは、あ、井戸のこと言ってんのかな。ほらあったよね、あの裏口から出てきた時に井戸があったじゃん。あれのこと言ってんのかな。樽、かまど、井戸。あ、井戸あるね。じゃあこれでしょ、井戸。ピンポン、やったー。そうだわ、きっと井戸よ。ドーナツを積み重ねたような形でレンガでできた井戸があるのね。なるほど、あれは井戸でしたのね。私にはよくわかりませんでしたわ。シンシア、井戸も知らないの？知ってますわ。でも私にはあれが何なのか知ることができなかったんですわ。どういう意味？ごめんなさい、アンジェ。やっぱりお代は結構よ。これを差し上げますわ。スフレを手に入れた。ここでもお菓子手に入れるんだね。ここでもお菓子手に入るんだね。まあありがとう。私も楽しかったわ。どうもありがとう。シンシアと一生クリアした。おお、やった。嬉しい。懐かしいわね。シンシアはどうしてここにいたの？それはね、私のアンジェ、あなたのことをずっと待っていたからなのよ。幽霊になってまで？そう、幽霊になってまであなたのことを待っていたの。ほう、この会話も初めてな気がするな。へえ、確かにさ、木曜日のね、木曜日の何、パンくずのさ、パズルのピースが一つ足りなかったんよ。だからどこで手に入るのかなってずっと思ってたから。いやー、まさかシンシアちゃんとのこういうイベントがあったなんて知らなかったわ。で、これで、渡して。はい。あとは、木曜日コンプリートなので金曜日が3つと、土曜日が1つだね。で、好感度は今74です。はい、それでは1回じゃあセーブして、また何かがあるまでカットしましょうかね。お、知らない会話だ。スカーバラの市へ行くのかい。パセリ、セージ、ローズマリーにタイム、そこに住むある人によろしく言ってくれ。彼女はかつての恋人だったから。あら、その歌スカボローフェアだよ。アンジェも一緒に昔よく歌ってたじゃないか。そうだっけ。そういえばベルが教えてくれたんだったわね。あ、そうなんだ。へえ。僕は父さんに教わったんだ。へえ。あのお父さんね。父さんはそのまた父さんに教わったって。悲しいけどいい歌だよね。へえ。あ、じゃあついでに渡しておきましょうかね。へえ、いい会話だね。あれ？
個足りない。パンくずもらいました。交換できたわ。びっくりした。バターケーキ交換できないのかと思っちゃったよ。今金曜日に戻ってバターケーキを交換してきました。これで明日パンくずをカラスさんからもらえるはずなので、4つで全部埋まるかな。じゃあちょっとこれでセーブし直して17にセーブか。で、寝よう。さて、今カラスさんから最後のパンくずをいただきましたので、まだここを埋めていない3つ分のパンくず含めて4つ持っているので、これで全て埋まるんじゃないですか。パンくずコンプリートかな。よし、パンくずを与えた。埋まりましたね。完璧。あー、すごい。めちゃめちゃ可愛いイラスト。ベル君とアンジュちゃんが寄り添っている。これなんて書いてあるんだ、英語の文字。Have a sweet dream。 あら、甘い夢を見ている。これで缶がいっぱいになったわね。小鳥は嬉しそうにくちばしを開け、静かに歌い出した。ちょっとアレンジ加えてしまった。この歌は？うん、なんだ。小鳥は自由になり羽ばたいていった。で、ここにあれだ、この音。じっと眺める。あ、これ違う。これは？あ、違う。これは？あ、これだね。これだわ。触れる。あれ違う、そっとしておくにしちゃった。これに触れる。よし。で、なんかサニーちゃんらしきものが今去っていったと。あれかな、土曜日までしかないけど、これを全部集めたことによって日曜日に続くよ、未来へ続くよ、みたいな、そういう意味。エモ。もしそれだったらエモい。そして多分ここに訪れるのは最後になると思うんですが、さあ、最終的な好感度はいくつになったのでしょう。ちなみに今のアイテム、いちごジャム何個あると思います？なんと99個。また貯めました。そして好感度はドルルルン、ベルント君110。最初ね、99個こう手に入れた分を全部配ったんですよ。で、じゃあ99が限界だからもうカンストしてるかなと思ってここに来たら、ベルント君の好感度なんとカンストするどころかもう普通にね、限界を超えてました。限界突破してましたね。110ということで。で、シンシアちゃんは21、ハテナハテナハテナは4ということで、いやー素晴らしい、ベル君の大勝利。さあ現れましたね、出口が。どうする、セーブしようか。どうなるんだろう、怖い。変わるんだろうか、こっちのアンジェちゃんのエンディングは。それともアンジェちゃんのエンディングは変わらず、ベル君の絵本のエンディングだけが変わるんだろうか。とりあえずじゃあ行きましょうか。うわ、びっくりした。一周目でもあったやろうが。びっくりしたわー、もう。来たよ。ついについにここから出られるのね。ベル君が来ると
てん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 。あれ？そうだよね、ベル君が来るんだよね。あ、来たね。アンジェ、そこで何やってるの？あ、ベル。睨んでるね。ベル、これ見つけて。ベルントに奪われた。どうしてアンジェがこれを持ってるの？こんなもの、アンジェには必要ないだろう。どういうこと？どういうことって、何が？ねえ、返してよ、ベル。それがないと外に出られないのよ。外？吸血鬼の特徴。外になんか出る必要ないだろう。これか、本当にこういう風に見えてるけど、ベル君はただアンジェちゃんのことを心配して外に出たないで、ベル君はアンジェちゃんのことを心配して外に出さないようにしてるんだよって言おうとしたんだよ。困るんだよね。こんな場所どうやって入ったのさ。これじゃアンジェが外に出ちゃうじゃないか。独特の目。ベル、ねえ、まさか私をこの家に閉じ込めたのって。鋭い牙、尖った耳。アンジェ、吸血鬼伝説って知ってるよね？いや、もうよく見て。ベル君はね、牙もあるし、目もすごい確かに特徴的だけど、耳とんがってないんだから。もっとよく見んしゃい。吸血鬼はこの村に害をなす恐ろしい存在のことさ。去年も現れた。そして吸血鬼は大量殺人を繰り返し、挙句の果てにこの村の人間を一人吸血鬼にして去っていった。だからこの村には今も一人だけ吸血鬼が潜んでいるんだ。誰にも内緒でこっそりと。でもさ、血に飢える。ねえ、そんな秘密の話、僕がどうして知ってるかわかる？すごい叫び声だよな、これ。さあ、ここでアンジェちゃんの顔が完全に吸血鬼の顔へと変わる。そう、ここのセリフね、もう聞こえてないけど、ベル君はあれだよね、君が吸血鬼だってこと知ってるんだよって言ってるんだよね。そして噛むと。いやー、動けますね。で、ここで結局何も調べられないんだよね。で、あのさ、ここでさ、ベル君を噛んだじゃん。で、あの前まではアンジェちゃんのことを私はクォーターだと思ってたから、クォーターはほら繁殖能力がないでしょ。だけど、あのアンジェちゃんってハーフじゃん。だから今さ、このベル君のこと噛んだじゃん。これさ、後々こうベル君復活するんじゃないの？殺したつもりがベル君はもしや生きてクォーターになってしまったんじゃないかっていう、なんとなくこう推測がね。倒れている。鍵を手に入れる。外への扉の鍵を手に入れた。これはあれなんだね、変わらないんだね。アンジェ、怖がらないで。外に出たらダメだ。君は、そしてもう一度噛むと。クォーター&クォーターでハーフにならんかな、ベル君。アンジェ、血が抜けている。もう動かない。あ、じゃあ噛むだけじゃなくて血を吸ったからもうダメなのかな。そういうところちょっとよくわからんな。よし、じゃあエンディングが変わりませんでしたってことで、さよなら。何これ。次アンジェちゃんの1枚いきますよ。で、このアンジェちゃんの1枚絵、あのコメントで教えてもらったんですけど、牙よく見るとあの血がついてるんですよ、ベル君の血が。今自分のこの剣歯をね、指さしながら喋ってますけど、あのアンジェちゃんの牙にね、血がついてるんですよ。いやー、細かいところによく気づくね。私全然気づかなかったよ。
さあほらついてるわ。そして月が赤いと。彼らにとっての月は赤い。真っ赤な月。いや、タイミング完璧だったな。やっぱり1周目でのエンディングが変わらないんですな。はい、D ですね。はい、D カット、D カット。はい、変わりませんでしたと。で、どうだろう。時間的にどうかわかりませんが、一回区切ろうかな。ちょっと、いやー、疲れた。こう、労力的に私は結構3時間くらい撮ってるので。じゃあこれで一回終わって、次回、素晴らしいエンディングがあると期待して、Have a sweet dream を見ましょう、みんなで一緒に。というわけで、次回、最終回です。ご視聴ありがとうございました。オスピオーです。